本国寺のお初木町2019年6月16日撮影本国寺のお初木町は山梨県南駒郡美野部町下山にある国の天然記念物に指定されたお初木町の巨木である国の天然記念物に指定されたお初木町は日本全国に7本あるがそのうち3本がここ美野部町町内にあり本樹はそのうちの1本である 1929年4月2日に、国の天然記念物に指定された。樹齢は約700年と言われており、日蓮聖人を手植の伝承が残されている。山梨の巨樹、名木百選の一つ、本国寺のお初き委長、甲府市本国寺のお初き委長の一彦媒が見られる。2019年6月16日撮影。本国寺のお初き委長は、 山梨県南駒郡美野部町下山、本町の本国寺境内に生育している。下山地区は藤川中流の右岸に位置しており、お初木町のある本国寺は、山梨県と静岡県を結ぶ国道52号沿いに立地する。近隣の上沢寺、上福寺、長瀬寺,寺、宮野前神社の境内など、美野部町下山地区一帯には、お初木町が多く生育しており、 美野部町指定5県、国指定3県、計8県のお初つき員が天然記念物に指定されている。本国寺のお初つき員は、美野部町のホームページによれば、根元の周囲6.42メートル、目通り間位5.4メートル、樹高24メートルという巨木であり、本国寺境内に大門と本堂の間にある小さな石段南側に隣接して生育している。 根本から生えた彦コは多いが、胃腸特有の父柱は少ない。言い伝えによると、公安5年に日蓮が本寺に宿泊した時に植えられたものであるという。本国寺から北へ数百メートルの場所にある、同じく国の天然記念物に指定された上沢寺のお初木町と同じくらいの樹齢と推定されている。これら周囲のお初木町も本国寺と同様に、 日蓮にまつわる伝承が残されており、身の部長のおはつき胃腸は、霊樹として大切に守られてきた。おはつきとは、おはつけと書かれることがある、葉の表面や小枝の先端部に銀乱が結実する胃蝶の変種である。明治24年7月、植物学者の白井光太郎や藤井健次郎らによって、胃腸に波状種子が発生する事実が、学会に、 初めて報告された際に示された個体が、上沢寺や、本国寺のお初木町であり、前述した要少は4年4月2日に、国の天然記念物に指定された。1931年に発行された、山梨県名牧師によれば、その当時、本国寺のお初木町は、根本周辺の保護がされておらず、上沢寺のお初木町と比較して受精が劣る、要因として、 根元周辺の地表が露出していることが指摘されていたが、今日では根本周辺は玉垣で囲まれ保護されている。ありがとうございます。